ピエトロ・ナルディーニは、イタリアの作曲家、バイオリニスト。ナルディーニは、フィッピアーナに生まれた。リボルノで音楽を学び、その後、ジュゼッペ・タルティーニの門下に入る。タルティーニに支持し続ける一方、ドイツへと移って、シュトットガルトの宮廷チャペルへ入り、そこで1762年に指揮者となった。しかしながら、1765年に、ビュルテンベルクでの職を辞し、 1770年にフィレンツェでトスカーナ大公のカッペルマイスターに就任した。バイオリニストとしてのナルディーニは、レオポルト・モーツァルトの賞賛を受けていた。自身も優れたバイオリニストであったレオポルトは、ナルディーニの演奏についてこう書き残している。彼の音色の美しさ、純粋さ、均一さ、そして彼のカンタービレが持つ味を超えるものはない。しかし彼は、 何気候を駆使しているわけではないのだ。イングランドの女性作家ヘスター・リンチ・ピオッツィは1789年の Observations and Reflections Made in the Course of A Journey through France, Italy, and Germany の中で彼女と夫のガブリエル・マーリオ・ピオッツィが1785年7月にフィレンツェで模様した演奏会においてナルディーニがソロを弾いたと記述している。ナルディーニは 作曲家としては佳作であった。いずれの作品も、戦慄的で演奏倍し、技術的な練習曲としても有用である。中でも最も知られるのは二町長のソナタとホタン長の競争曲である。レオポルト・モーツァルトの友人であったナルディーは、彼の息子のボルフガングが1770年から1771年にかけて初めてイタリアを訪れ、 安定した食を求める姿を目にしている。また、ナルディには、オーストリア領ロンバルディアを統治していた大公、フェルディナンド・デステのカペルマイスターを務めた、ボヘミアの作曲家、バーツ・ラフ・ピフルにも出会っている。ナルディには、フィレンツェに没した。ナルディに出展。ありがとうございます。